もうね、10年ぐらい前から実はそういう体の不調っていうのは感じていて、カメラの前で自身の経験を話してくれたのは達也さん52歳。およそ10年前から原因不明の体調不良に悩まされてきました。症状が、まあ特に症状が顕著になってきたのが今から3年ぐらい前なんですね。いろいろ内科とか。 脳、まあ、ドックとかも受けたりはしたんですね、もしかしたらということで、まあ、いろんなこう病院行ったんですけども、まあ、その都度まあ異常がない、またちょっとしばらく様子見ましょうということで、まあ、ずっとそういう繰り返しなんですけども、症状は、まあ、悪化の一途ということで。めまい、頭痛、痛胸ののみ、動機倦怠感、発汗などの身体症状に加えて 不安感などの精神症状などさまざまな症状に襲われましたが原因がわからないままでした症状をインターネットなどで調べる中男性の高年期障害というキーワードにたどり着きましたようやく病名がついたのは去年十一月のことでした嬉しかったんですねなぜかというと原因がわかったっていう嬉しさがあって 今まで原因不明の体調不良だったので、何をどう対策していいのかが全くもう分からなくて、まあ、今回はまあ病名がついて、まあ、そこで初めて、あ対策が取れるなと、まあ、治療ができるなというところで、あの喜びを感じました。達也さんのように、更年期症状に悩む男性は少なくないと医師は話します。 更年期という言葉は女性に限っての言葉になるんですけど男性はあのそういうい更年期という言葉はないんですけど40歳ごろから活性化した男性ホルモンの値がどんどん下がってくるというのが分かっているので男性は終わりはキリがなくてででも80でも起きると実際、更年期症状に関する鳥取県職員のアンケートでは男性の31%女性の41%が 高年期症状の経験があると回答する結果も。そんな中、医師が課題と感じているのは、認知度の低さと受診率の低さです。男性の方は、十パーセントぐらいの方は、あの、そういうふうな、年齢とともに、あの。 高年期のようなことを感じておられるんですけど受診率がものすごく低くて2%弱というふうに報告書では出ております年齢だから仕方がないとかですねそういうふうに思っておられたりとかあのやはり仕事を持っておられる方が多いのでそういうふうなの体の不調でなかなかあの診療所を受診することができないという方が多いみたいです検査は血液検査のみです症状が長引くケースもあるため早めの受診が重要だということです こうした中、鳥取県は8月30日、県内3カ所に高年期障害相談支援センターを開設しました。鳥取市の県立中央病院、倉吉市の県立厚生病院、与那子市の山陰労災病院に窓口を設け、症状の相談や受診先の紹介などを無料で受けることができるということです。高年期症状に悩んでいる人、 確証は持てないけどもしかしてと思う人、相談先がわからない人などはまずは連絡してほしいとしています。